でその生配信と配信動画で話し方に違いを感じますがどういったことを意識してますか配信動画の方が配信普通に作った動画の方が不特定多数が見ると思ってますね生配信はこの時間一緒に話してくれる友達の感覚の人とうん興味ある程度持ってくれたんだろうなって人が見るでそれを切り抜かれた時にどうなるかっていうのはある程度リスク考えながらまあ切り抜きの人たちにもこういうことはやらないでね言ってないことサムネにしないでねとかそういうルールは作って あのー、リスク管理してる感じでですねねそれでも、ね、だそのリスクを管理するっていうかリスクを考えすぎることがリスクってあるから、あのー、この間 YouTube のコンサルやってる人に言われてああ確かになと思ってすごい嬉しかったんだけど「レオさんって切り抜き伸びるじゃないですか」って言われて「ありがとうございます」みたいな「なんでかっていうのがこの間自,分自社のマーケティングしてて分かったんです」みたいな。なんか 問題発言しそうな人って伸びるんすよって言って「おい!」っていう話なんだけどでも確かにそうだなみたいなだからまあ僕はもともとの性格がそうなんですけどこれってこうでこうだって考察したりとかまあ分析したりとかまあさっきのラッシュドみたいな話とかいろいろするじゃん日本代表でだからこいつ何言ってるのかなっていうそのガチャ感があるんですよ切り抜きにだから切り抜きがメインだと思ってる学生さんとかもいるみたいな切り抜き見てますって別に悪気なく言ってくるみたいなそれサッカー選手に「ハイライター見てます」みたいなね そのスタジアム行ったことありませんみたいなことなんだけどでも俺全然よくて気抜き見てくれんだみたいなそういう感じなんだよねそうそう誰々ハイライト集ってなった時にさもう多分パス散らしてんだろうなみたいな選手よりもさ頭取ら俺ハイライト集みたいでどんなドリブルしてんだろうみたいな,なあの要素が重要要素が重要って感じでも僕は意識してなかったっすけどまあそういうなんかそのまあね 人に「ん?」って思われるようなことだったり「おおって思われることだったりそのガチャ感がいいんでしょうね。うん、レオザで検索すると切り抜きが上にきて「レオザフットボール」と検索するとフルで出てくるあそうなんだでもまあその時のニーズだったりとかあとね YouTube いいのはやっぱり視聴維持率高い動画だとおすすめ上がりやすいんだよだ内容がいいってことだから。 だからサムネとかで別に弾きなくてもよく再生されてて何百万っていくやつは見てみると実際面白いじゃんあれすごいシステムだよねサムネいいのが確かに重要なんだけど一発目にねおすすめで出てきた時にやるからでもその後にさ何回も見たり長い時間見るっていうのはさやっぱ視聴位置率高い動画だとそれだけ満足度が高いし YouTube 側でも長く見てもらえる動画の方が広告入れれるから進める意味があるんだよね まあでも、ソシエダよくやったと思いますね、うん。そうそう、だからまあ、や,やり方とか方法とか、やっぱ実際に言ったとこ修正したらよくなったでしょう、だから、それをやらせられるかとか、最初からそのプラン持てるかみたいなところはね、またね、よかったら、あとはもう気になった方、切り抜きチャンネル見てください。いい感じに、この戦術的な修正の話とか、この試合のまとめとかしてると思う 切り抜きの方々よろししくお願いしますなんかさ違法というかさ許可出してない切り抜きチャンネル勝手にやられててさでそれがさ全部そういうの使ってるからスタッフの子に「あれこれって切り抜この切り抜きチャンネルって今まで見たことあったけど許可出てんの?」っつったら「出てないっす」みたいな「マジか」っつってで俺が管理で言わなきゃいけないからさ「これって全部それなんだけどこれって。 このアカウントごとダメですって言う方がないですかって Google に聞いたのそのチャットみたいなないんだってで一個一個あれやんのめんどくさいんだよあれこのチャンネルのこの部分このチャンネルのこの動画はこのライブ配信のこの部分のやつですみたいなごとやられてんのにこのチャンネルのこの動画はこれですこの動画はこれですってこう一個一個やだねって話だよ一応34個あれしてね あとはもう一応 YouTube ね3回著作権アウトしたらアカウント停止されるみたいなあったはずなんだよだからよくわか映像使ってる分析の人とかさよくなくなってたりするんじゃんそれあれなんでチャンネルごと勝手にさだって俺の顔使うのだってダメじゃんそれってあれど,あれどういうメリットなんだろう YouTube 側あれをほっとくのって公認切り抜きってこういういや基本ね切り抜きは全部公認なんですよ でこの概要欄のとこでやりたい人はこうしてくださいみたいな書いてあるんじゃんだそれとか見ないで勝手にやりだしちゃってる人たちだからネオさんの顔はイケメンだからフリースワイ確かにもうティックああそれこそティックトックの切り抜きはもう全部違法っすね何も OK したいからでももう抑えらんないんだよね 俺だって地元の友達とかから TikTok で見てよとかさめっちゃ言われるけどもいやそれ全部違法だみたいな見ても開いてもないもんなもう TikTok。皆さん動画使ってるよう YouTube は批判してますがどプレイシーシスーパーボールなどの動画についてどういう解釈しますかそれともアウトだとなんかねあの必要枠だとは思ってんすよだってね普通に公式の映像の権利を持っている人が作ってくれないのをあげてそれを需要あるから見てるわけじゃないですかみんな。 辛い,いんだけど、その、そういう立場で仕事して、金もらって、みたいな感じだから、でかい顔すんなって思ってる感じですね。うん、そう、はばかりながら生きろって思いますね。必要悪だから容認してるけど、その人がさ、偉そうにしてたら腹立つじゃん。だからね、一緒にはすんなって思う感じです。そしてそしてなんと、じゃじゃん新しいスポンサーさん、ついていただきました。ロゴさんとパトスさんです。概要欄にも載っていますけど、 はい、いやありがたいですね。こういった企業の方、最近はね、あのスポンサーさんも、えー、増えてきていて、そこも嬉しいんですけど、はいあの、2019年に設立されたブティックコンサルティングファームです。報酬は大手コンサルと遜色なく未経験の方も歓迎してますと。なんで、コンサルやってますってすごいかっこいいですけど、ぜひともね、このレオザフットボール TV からね、下の概要欄からクリックして、ロボさんとパトさんの採用ページの方に行ってみてください。 本当ありがとうございますロゴス、これがね、ロジック、ロンリーの方ですよね、ロゴス、ね。で、パトスは情熱ですから。ロンリー性と情熱みたいなこと、もう手話ボですよね、これ。うん。これでやってますんで、ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、嬉しいです。ありがとうございます。なんで、こういった方々の応援があって、えー、選手たちにね、いい環境を用意できて、プロ契約なんかもできるんで、なんでぜひともね、シュアボに入りたいよという選手、今のうちですんで。 ぜひとも今期か新しいスポンサーついさんとロゴさんとパトさんついていただいてねいやほんとありがたいです昨日からね株式会社メディキュア競争キバーさんもついていただいてていただいて光カくんスパジャありがとうレオザさんの切り抜きってたとえ X でさも購入必要です X は基本認めてないですねであいつら全員開示請求してやろうと思ってますけどね今のうち泳がしといてもやってやるぞっつってねうんでもなんかありがたいことあれっすよね最近 なんかもういろんなお仕事いただいたりとかみんなのおかげでなんかこう頭ごなしに僕ディスるのがもうちょっと時代遅れ感出てきてるの嬉しいですよねあれ昔この人俺のこと悪く言ったけどなんかあの賛成派みたいな感じでやってんなみたいなとか見つけたりとかすると登っっててきたなって感じしますけど私レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております 場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガ輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。